オドウェンか。そうだ、息子の件で来たのか。どこを探せばいい。ここの東城塞の遺跡の中だ。酒場であったフェロー出身のゴロツキとそこへ向かった。宝に関するデタラメを吹き込まれたんだ。息子よ、フェローの民は一人残らず嘘つきだと言ったんだ。だがあいつは聞かなかった。それでは見つからないぞ。父親に耳を貸さない息子などどこにでもいる。名前はオルブ。陽気な子だ。外見に大した特徴はないが、最後に見た時は黄色いチュニックを着ていた。村では他にない綺麗なやつだ。去年の誕生日にやったんだ。いいだろう、探してみる。保証はできんがな。最高の剣でも弱いやつが使うんじゃ価値がない。おとなしくしてろよ。行くぞ。傷を舐めるために巣へ駆け込んだ。見つけ出さなくては。内臓だけを食べてる。変色だな。向こう側に渡った。
黄色のチュニック、オルブだ。少なくとも敵は撃ったぞ。ロージ、走れ。いや、何か知らせは？悪い知らせだ。息子さんはフィンドに殺された。仇を討つことしかできなかった。言ったんだ、息子よ、フェローとはろくなことにならん。家にいろ、そのうち冒険と栄光の時が来ると。報酬だ。この金は幸運を招かなかった。どうか役立ててくれ。正義な旅人よ、